先生の先生の。寝た。ウォッタンちゃんとだ。やべえ、サバンナだ。チベットスナネコになきゃならなきゃ。やばい、チベットスナネコになんなきゃ。だからチベットスナネコ、チベットスナネコをムーブするしかない。え、じゃあチベットスナギツネなんで。猫じゃない。待って、猫じゃない。チベットスナギツネだ。チベットスナギツネムーブしなきゃ。やばい、アイアムチベットスナギツネ。アイアムチベットスナギツネ。あ。アイアムチベットスナギツネ。アイアムチベットスナギツネ。オッケー。アイアムチベットスナギツネ。どうしようかな。みこちゃんがあっちにいたな。 I am チベットスナギツネ。I am チベットスナギツネ。先生の先生の。もう行きたくない。やばい。でもいろんな人多分やってるんだろうけど、団長ね、ここてか、まあ見ての通り団長最近ホロメンの配信終えてなくてな、ほんと浦島太郎になってるから、なんかちょっと怖えー。盾だけ持ってんのおかしいね。じゃあちょっと行く行ってくるよ。よし行くぞ。行きます。いや、フル装備大丈夫。あ、そうだ。どうしよう。ポーション、いや、ポーションのフル装備怖い。体操服、なんか運動会気分で行こう。オッケー運動会気分で行きます。オッケー。そんな装備で大丈夫か。大丈夫だ、問題ない。フル行くよー。なん、え、怖い。え、これって閉めてないとあれなんだ。もうね、なんだか、もう怖すぎる。え、ちょ、怖い。え、狭い。え、狭いし怖いしさ、大丈夫か。ちょっと待ってね。よし、行くよ。うわ、猫、え、これ猫ちゃんは何なの。猫ちゃんいっぱいいる。え、これ何。猫ちゃんいっぱいいるけど、あれかな、クリーパーが分かんようにってことか。あ、これクリーパーが分かんようにでしょ。男女分かっちゃった。よし。え、これさ、え、ポーションあるけどさ、ポーション、やべえ、水中しか持ってきてねえ。バカした。なんでやん、なんで水中呼吸しかないの。だってこんなダンジョンだって知らなかったんだもん。もう最悪や、いらない。あ、カーペット敷いてるから、そもそもクリバーわかんない。そっか。え、これなんもないんだけど、これなんもない部屋でいい。いや、怖い。いや、まあ、これはね、団長知っててね。あれですよ、暗視のポーションだと、ね、まあ、つまらなくなっちゃうからね、っていう。わからなかった。よし、行くぞ。これ大丈夫かな？え、これさ、大丈夫？
わったよ。え、わかん、え、ダンジョン。あ、部屋いっぱいある。あ、待って、部屋いっぱいある。え、てか前、あ、部屋いっぱいある。あれ、あったあった。最後のが、ん？これが？え、ここさっき行ったとこ？ここさっき行ったとこ。これ迷子なってる。ダンジョン。ダンジョン迷子なってる。で、こっち、あ、ここか、ここもあるよ。あ、ここか。あ、ここだ、ここだ。あったあった。あったっす。あったわ、あったわ。よし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 。迷子なっちゃった。ここで？あ、道あるじゃん。ここも閉め、ん？あ、これ、ん？あ、待って待って。こっち正解じゃない？あ、え？なるほど！え、すごい！え、よくぞたどり着いた。ご褒美はここにある。なるほど。あはは。なるほど。ハッピーハロウィン。オープン。チェストの中はご褒美いっぱい一つ。あ、なんかさ、あの、パンプキンパイとか、なのかな？え、なに？え、なにこれ？え？ん？え、なに？バグっちゃったんだけど。え、なに？え？食べよう。え、これ、なに？え？これでも、あれだよね。これ多分、使用の、え、なんかさ、ゴミみたいに見える。あ、なに？え、待って！すげえ！そういうことか。これ一瞬さ、え、これ水中呼吸のポーション必要かと思ったけど、え、なんで、これどういうこと？え、すごーい。海の地図？あ、ドア閉めちゃいけ、あ、オッケーオッケー。その反応1ヶ月遅い。確かにハロウィン終わっちまった。海の地図が貼ってある。全面にってこと？全面に海の地図を貼ってるってこと？え、すごい、音もさ、すげえ、すげえや。え、どこ、あ、ここか。すげえ、これは。ありがとう、ドア閉めないで、ね。え、これさ、ペコラッチョが作ったの？天井見えるで。え、こっち一瞬だけ。天井？あ、ほんとだ！ジャンプしたら見える！へぇー。え、なんで、え、なんでさ、え、巣になってんの？え、なんでさ、これ満足して巣になって、なんでペコないのこれ。え、なんでさ、ドア閉め、なんでここだけペコなくなってんの？なに？え、満足しちゃった？ちょっと、え、満足しちゃったのか。よし。忘れてんぞ。え、すごい。あー、面白い。センサーセンサー、ウィーウィーアゴキゴキ。どうなんだろう。どっちなん、なんじゃこりゃ。あ。こんなことしてる場合じゃない。え、楽しい、これ楽しい、これ。めっちゃ楽しいじゃん。タスクいいな、これ。タスク変わるんだな、これ。なんでこれ。え？あ。何回もやるけな、これ。あいあいあい。いやいやいや、あ、くらい。うん、あ、今白神電気のあの前にいます。もう直す直前でした。じゃあ空気はいるんだね。いや、こうではね、電気直しに行ってません。なに？あ、電気直しに行った方が怪しいの。あれどっちだ？待って聞きましょう聞きましょう。あ、ちょっと待って。え、違う違う。なんかね、ドアを、なんかドアが閉まってるところ、あれかな、おかゆがいたよね、隣にね。あれ？いないよ。え、いない？え、誰か？おかころいないんやめてください。違う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 。なに、あのさ、ほら、いないよ、絶対いない。違う違う。シシロもそこで見つけたんだよ、さっき。いや、コーネの下にいなくなっちゃう。コミュニケーションズ？コミュニケーションズの横のとこの電波みたいなやつ？ああ、はいはいはい。そうそうそう。あそこの目の前で死んでたから、疑うなら多分さっき直してた人たちなのかな。ここか。直してる時に重なり殺しがあったけど、みんな気づかなかった。あ、気づか？いや、マリミコだ、マリミコ。マリミコか。やられちまった。こいつら。
もう恋の死体の話一切出なかったからね。出なかった。どこで死んだんですか？おいおい、恋でね、あの、どこだこれ。ね、ここ来て、ラボラトリーだ、ラボラトリー。あ、ラボラトリー、ちょっと行きます。来てよ、ちょっと待って、ペット見てよ、恋のこのかわいそうなペットを見てよ。もう最悪だよ。ねえ、コーネのさ、コーネが死んだ話誰もしとらんけど。そうそう、確かに。なんやねん、これ。主催者やぞ。主催者やぞ。おい、ちょっと、葬ってくれよ。ちょ、成仏できねえよ、これじゃんよ。いや、確かに。確かにだね。確かにじゃねえんだよ、ちょっと。確かに、誰も言ってないな。やってくれよ、もう。埋葬してくれよ。気づかなかった。もう気づかなかった。こんな無駄死にだよ。無駄死にすぎる。